ケンケンケン。俺の友人が夏にキャンプに行った時の話。友人を含め男3人、女3人の仲良しグループでバーベキューしたり、まあそれなりにキャンプを楽しんでたんだそうだ。で、夜になってテントを張って男女それぞれ別れて寝ようってことになったんだが、実は友人は女の子グループの一人とこっそり付き合ってて、みんなが寝た頃にテントを抜け出してどこかでこっそり会おうと企ててた。で、友人は他の二人が寝るのを待ってたらしいんだが、そのうちいい感じで他二人が寝息を立て始めたんだそうだ。友人がそろそろ抜け出そうかと思った矢先、外からガサッケン、ガサッケン、ガサッケンって音とも声ともつかないものが聞こえてきた。ガサッケンって音は遠くの方から近づいてきて、ちょうど自分と女の子たちのテントの周りをぐるぐると回っている感じで聞こえたらしい。最初犬か何かかなと思っていた友人もだんだん薄気味悪くなってきて、テントから出るのを躊躇していて、抜け出す約束をしてた女の子にメールを送ったそうなんだが、バイブにしていればいいのに、その時は音が鳴る設定にしていたらしく、隣のテントから着メロが鳴っちゃった。着メロが鳴った途端、聞こえてたガサッって音が女の子のテントに集中し始めて、どんどん速くなっていったらしい。友人は女の子の身に何かあったらって思うと、メールして音鳴らしちゃった罪悪感でたまらずテントから飛び出した。そしたら女の子グループの一人、友人が付き合ってたのとは別の子が手足をめちゃくちゃに振り回しながら狂ったように大笑いしてテントから走っていったらしい。付き合っていた子はワンワン泣きわめいてて、友人が駆け寄って話しかけても答えられないくらいのありさまだったそうだ。辛抱強く友人が慰めて、どうにか落ち着いた女の子が言うには、着メロが鳴って他の女の子二人が起きたんだが、そのうち一人が起きた瞬間からすごく低い声でケン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 って笑いながらつぶやき始めて、その後テントから飛び出していったんだそうだ。その後は男二人を叩き起こして、みんなでいなくなった子を探しに行って、明け方にようやく見つけたんだが、目の焦点が定まらない感じで、足取りもフラフラしてて、呼びかけにも答えられない状態だったらしい。キャンプも早々に切り上げて、みんなで病院に連れて行ったんだが、詳しい原因もよくわからず、その子の親に連絡して駆けつけてもらって、あとは私に任せてください。という言葉をもらって帰ってきたんだそうだ。そんなこともあって友人は彼女との関係もあまり長続きせず、最近別れたんだが、そんな友人を慰めようと電話したらこんな恐怖話をされてしまった。観音開きの棚。まだ俺が学生だった頃の話。俺の部屋にはベッドの前に観音開きの棚があるんだが、ある日うっかり閉め忘れた。夜ベッドに入った後に思い出したのだが、もう眠いしという理由で放っておくことに。これで棚の上に生首なんかが乗ってたら怖いななどと思いながら、もう一度見た俺は固まった。言ったことが現実になった。棚のちょうど真ん中ら辺に青白い男の首が乗っかって俺を見つめている。数秒後にやりと笑ってそれは消えた。翌日、今度はしっかりと扉を閉めて寝たはずだった。棚の中からごそごそガサガサと音がする。もちろん棚の中に動くものは入っていない。やがて扉がゆっくりと開き、あいつが姿を現した。
こっちを無表情に青白い目で見つめる。そしてにやりと笑って消える。そんなことが何回も続いた。そしてあることに気づいた。毎回姿を現すたびに俺の方に近づいているのだ。いい加減頭に来た俺は扉にお札を貼り南京錠をかけた。次の日の夜、またあいつが現れた。棚の中でごそごそと動き回り跳ね回る。しかし鍵がかけてあるので扉を開けることはできない。すると今度は扉をどんどんと叩き始めた。やがて音がだんだんと大きくなり、しまいには扉が揺れ出した。その時俺の後ろで怒鳴り声がした。こら、俺の言葉に何しとるか、とっとと出てけ。もちろん親父の声ではない。しかしその声が聞こえたと同時に扉を叩く音がピタリと止んだ。翌日、信じてもらえないと分かっていながら家族に話をしてみた。当然と言うべきか信じてもらえなかった。姉を除いては。実は姉も前はあの部屋を使っていて見ていたというのだ。数日後、神社の人にお祓いをしてもらった。宮司さんにそのことを話したら、その怒鳴り声というのは君のご先祖様じゃないのか、きっと守ってくれたんだなと言われた。あの日からあの生首は俺も姉も見ていない。ただ今度は両親が乱したようで、夜な夜な寝室の方から悲鳴が聞こえる。頭を狂わす。中学の前半くらいまで僕にはちょっとした超能力があった。それは明日誰々と出会うとか、じゃんけんで負けなくなるとか、勘がすごく強くなるって類の、まあ本当にちょっとした超能力みたいなもの。それを発揮するのには少し儀式みたいなのが必要で、自分では頭を狂わすって言ってたんだけど、意識を集中して次から次へとごちゃごちゃした具体性のないものを考えていて、叫び出す一歩前くらいまで行ったらそれを一気にクリアするっていうもので、子供の頃からそういうのを時々やってたんだけど、中学のある時学校で花札の恋恋っていうのが流行った。なんで中学で花札かと思うんだけど、そのうち本当にお金をかけ出すまでになって、今からすれば少額なギャンブルだったけど、みんな結構本気になってやってた。僕からすれば初めて自分の能力が役に立ちそうな場面だったから、例の超能力を発揮、ガンガン使って連戦連勝で結構な額を買った。そんなことをしていたある日、普通に家に帰って夕飯までテレビを見ていた。で、何気なく支度してた母親を見たんだけど、違和感があった。あれ？この人誰？って。ドキッとして周りを見ると、確かに自分の家で夕飯を作っているのは自分が忘れるはずのない人なんだけど、知ってるのは分かってるのに、それが誰だか分からなくなってる。そのことにものすごい恐怖を感じて呆然としていたら、テレビで多分なんかのアニメだったはずだけど、そこから流れてくる声も全く意味がわからなくなってきた。音としては聞こえてるのに言語として意味を理解できなくなってきた。もうパニック。夕飯を作ってる人に呼びかけようとするんだけど、なんて呼んだらいいかわからない。それどころかどうやって言葉を出したらいいのかもわからない。やばい、頭を狂わせすぎたから本当におかしくなっちゃった。でもパニック。泣きながら目を閉じて必死にごめんなさいごめんなさいって謝り続けた。母親がどうしたのって聞いてきて、それがちゃんと理解できた時は本当に安堵した。
騒々しい部屋。関西方面のある有名なホテルで2泊3日の旅行で泊まることになった。1日目に3時過ぎにチェックインして部屋に向かい、なぜか入った瞬間にいきなり咳込む。テレビのチャンネルや電灯のスイッチやデジタル時計が置いてある棚の上に、少し古めの小型ラジオが置いてある。このご時世にラジオが置かれていることに少し驚きつつも、チャンネルに手を伸ばしテレビをつけると、いきなり映ったのは砂嵐。結構有名なホテルだったので最近のテレビが設置してある。だからテレビをつけてすぐ映るのはそのホテルの案内映像だと思ってただけに、少し複雑な気持ちに。ましてや客を通す際に、せめて砂嵐以外のチャンネルにしててくれよなどと思いながらも、ゆったりとソファーに座りテレビを見る。その後妻と一緒にホテルのロビー横にある土産コーナーを少し眺め、夕飯をビュッフェにするか中華にするかフランス料理にするかを悩みながら一旦部屋に戻る。少し違和感を感じるも、その時は特に分からず、夕飯を済ませ部屋に戻り、売店で買ってきたスルメと冷蔵庫の中のビールを飲みながらテレビを見ていると、妻が先にお風呂に入るねと風呂場へ。そこで再度違和感が。酔ってるからか認識はできないが、何か先ほどまでと違う。でも何が？それがわからない。妻が風呂場から出てきたので自分も入り、その日は寝ることに。久しぶりにダブルベッドだし一緒に寝ようと言い、棚を挟んだ。妻のベッドへと移る途中にゴリッと音が鳴る。何か踏んだ感覚は足にはない。妻も特に何かを押しつぶしたようなことはない。何の音か確かめようと足元を見ると何もない。1日目はそのまま寝て、次の日は朝から観光に。帰宅したのは夕飯後の7時。部屋に入り、前日同様にビールを飲みながらテレビを見ている時に、また妻が風呂に入るねという。ここで予期せぬことが。うん、だとさ。ん？誰が？聞き間違いか？俺酔ってるのかなと思い、妻に今なんて？と聞き返す。え？お風呂先にいただきますって言ったんだけど、というので今その後返事した？と返す。妻は聞き流しながら震え、なぜか昨日から違和感があるなと思い始めるが、わからない。すると、と隣の部屋から咳込む声が聞こえる。はじめに俺もこの部屋に入った時咳込んだんだけど、有名ホテルの割には掃除怠けてるのかなどと愚痴りながらビールを飲み干す。あれ？ここ有名ホテルだよな。ここって結構値段もして、久しぶりの旅行だからいい部屋取ろうって言って選んだんだよな。なんで隣の部屋の咳払いが聞こえるんだ？と酔いが覚める。俺飲みすぎたか？と少し自重し、妻が上がった後に風呂へ。
風呂を出て妻と一緒に寝るためベッドへ。電気をリモコンから消すために電気のリモコンをピッと電気に向かって押すと、ガガガーッと、いきなり雑音がベッドの下から聞こえ出す。何が起きたのか全くわからず、びくつきながら足元に向かう。その瞬間、ピッという音とともに電気が反応し消えた。妻に、なんで消すのよ、と言うと、私じゃないよ、リモコン持ってないもん、とびくつきながら答える。つけて、と言った瞬間に再度ガッガッダメと雑音に紛れて音が鳴り始める。恐怖で飛び跳ねてしまう。怖さからリモコンを何度も上の電気に向かい流すも反応しない。すぐに隣の棚にある電話を取り、フロントへ電話をかけて番号を言い来てもらうことに。従業員が来るまでの間、電気と雑音は鳴り止まず、チャイムが鳴り、再度腰を抜かしそうになりながらもドアまで走り開けて中の様子を説明。電気に関しては入り口に設置されてあるリモコンからすぐについた。その時にベッドの足元側の下にあったものにびっくりした。少し古い小型ラジオがそこにあり、音を出している。従業員があっけに取られた顔で俺を見る。俺も妻と従業員を交互に見る。少し恥ずかしくなり、こんな壊れてるのに置いとかないでよと従業員に言うと、え？と言う。いや、お客様がご使用されたのでは？というので一切何もしていないと言い、妻へ向き、使った？と聞くも首を横へ振る。従業員も相手に捨てられないという感じでラジオを止めて、失礼しましたと出て行こうとする。その時明らかにラジオから聞こえてきた音が未だに恐怖で、二度とあのホテルには泊まらないって決めた。全部取れた。意味はわからんが、なんか怖すぎて血の気が引いた。え？って向き直してから、俺らが言ったと思ってるのかもしれんが、俺らも全く訳がわからない。従業員が出口を出る瞬間に、全部取れた？と二度目に聞こえた時に、必死に電源を探してた彼に言いたい。電池が一個下に落ちてるから音出るはずないのよ、そのラジオ。ケンケンケン。俺の友人が夏にキャンプに行った時の話。友人を含め男3人、女3人の仲良しグループでバーベキューしたり、まあそれなりにキャンプを楽しんでたんだそうだ。で、夜になってテントを張って男女それぞれ別れて寝ようってことになったんだが、実は友人は女の子グループの一人とこっそり辛抱強く友人が慰めて、どうにか落ち着いた女の子が言うには、着メロが鳴って他の女の子二人が起きたんだが、そのうち一人が起きた瞬間からすごく低い声でケン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 って笑いながらつぶやき始めて、その後テントから飛び出していったんだそうだ。その後は男二人を叩き起こして
みんなでいなくなった子を探しに行って、明け方にようやく見つけたんだが、目の焦点が定まらない感じで、足取りもふらふらし始めて、どんどん速くなっていったらしい。友人は女の子の身に何かあったらって思うと、メールして音鳴らしちゃった罪悪感でたまらずテントから飛び出した。そしたら女の子グループの一人、友人が付き合ってたのとは別の子が、手足をめちゃくちゃに振り回しながら狂ったように大笑いしてテントから走っていったらしい。付き合っていた子はワンワン泣きわめいてて、友人が駆け寄って話しかけても答えられないくらいのありさまだったそうだ。で、ちょうど自分と女の子たちのテントの周りをぐるぐると回っている感じで聞こえたらしい。最初犬か何かかなと思っていた友人もだんだん薄気味悪くなってきて、テントから出るのを躊躇していて、抜け出す約束をしてた女の子にメールを送ったそうなんだが、バイブにしていればいいのに、その時は音が鳴る設定にしていたらしく、隣のテントから着メロが鳴っちゃった。着メロが鳴った途端、聞こえてたガサッって音が女の子のテントに集中合ってて、みんなが寝た頃にテントを抜け出してどこかでこっそり会おうと企ててた。で、友人は他の二人が寝るのを待ってたらしいんだが、そのうちいい感じで他二人が寝息を立て始めたんだそうだ。友人がそろそろ抜け出そうかと思った矢先、外からガサッケンガサッケンガサッケンって音とも声ともつかないものが聞こえてきた。ガサッケンって音は遠くの方から近づいてきた。